プロフェッショナルな引きこもり、プロフェッショナルな引きこもり。新しい機器を中に入れてるんで喋りづらい。普通矯正器具ってみんなが見えるところって外からこう金属が支えてるでしょ。そうじゃなくて中からもう外に圧力をかける機器があって、クワッドヘリックスっていうんだけど、それを今つけたばっかりなんで、まだ下の動きが慣れてないから喋りがちょっとおかしい。数日経てば下の動きが慣れてくるんで、うまく発声できるようになりますけども、今はイキヒチにヒミリって言いづらい、ラリルレロとか言いづらい。現在日本にはコンビニの数以上に歯科医があると言われています。その中でも矯正歯科と標榜されているところを選ぶといいです。で、歯医者さんの中には一般歯科、矯正歯科、小児歯科、口腔外科、さまざまな、診療科目を標榜している歯医者さんがありますけども、その中でも矯正歯科、歯列の矯正をするための歯医者さんですと標榜している歯科を選ぶべきです。まずは皆さんの生活圏から通いやすい場所がいいと思うので、歯列矯正スペース、場所、住んでる場所ですとか会社の場所の近くで検索するといいと思います。歯科医の選択肢がヒットすると思うので、いくつかピックアップしてください。実は歯科医師であれば誰でも矯正歯科の診療科目を標榜できるので、スペシャリストでなくても集客のために看板に掲げる施設もあり得るということを知っておいてください。知っておいてください。医療業界にはまあ歯科医でなくてもそうだと思います、認定医、専門医、指導医という、経験や知識、技術によったランク付けみたいなものがあるんですね。ランク付けという表現が合ってるかどうか分かりませんけど、こういう序列というものがあることを知っておいてください。で、先ほどいくつかピックアップした施設の中から、クリニックの中から院長のプロフィールのページをチェックしてください。院長が日本矯正歯科学会に属していることを確認してください。そしてその学会の認定医であることをチェックしてください。学会の認定医になった後、さまざまな訓練や経験を積んで実績を積んでいくと、専門医として名乗れるようになります。ですのでプロフィールページに専門医の記載があることを確認してください。さらに専門医の次のステップとして、ドクターは指導医というものを目指すことができます。これは文字通り指導する立場の人ということです。ですのでプロフィールページに指導医の記載があればなお安心できる歯科医です。ドクターのそのキャリアに関する考え方は様々なので、そういった指導医、専門医という肩書きを持っていない人が踊っているというわけではありません。ただ我々のような素人が歯列矯正をする際に広告等に惑わさないために効果的な判断基準ではないでしょうか。はい、まとめます。まずは矯正歯科を専門に標榜している歯科を選んでください。そして院長のページのプロフィールを見てください。日本矯正歯科学会に所属していて、認定医であること、専門医であること、指導医であること、これを全てカバーしていれば安心できる歯科医と判断していいでしょう。皆さんが素晴らしいドクターに出会えることのきっかけとなれば幸いです。ありがとうございました。Why don't you buy my beautiful dragonfly? Don't be shy, baby.